そのだけ言えばレース展望です。この時間は6月5日金曜日の展望を行ってまいります。この時間の解説はスポーツニッポンの桑原毅さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今日木曜日重賞レース6コーが行われました。 タガ多のゴールド、六敗三連覇を目指したんですが、それを阻んだのは川崎のアッキーでしたね。はい。いやー、本当に自分のね、形に持ち込んで、本当にいい競馬しましたよね。えー、本当ね、やっぱり枠をしっかり生かしたっていうところですよね。はい、まあ、いければ、行ってほしいというね、そんな、要望もあったようなんですけども、中田ジョッキーがその急射サイドのね、はい。そうですね。えー、依頼に対して、しっかり結果で答えましたね。ね、はい、やっぱり、こういう結果を出すというのは、大きいですよね。うそうですね。ねはい。 えー、依頼を受けた中田ジョッキーが見事勝利に導いたという一戦でした、えー、それからまあ笠松では岐阜清流カップという3歳馬の重傷があるんですが、えー、ここに遠征したコスモピオニールが大かジョッキーで見事勝利をあげたという、ねはい、そうですね。えー、結構ねね向こうもメンバーははそ,こそ,そろってましたから、ね、はい、はい えー、中田ジョッキーが重賞三勝目で大垣ジョッキーがねパーソンピオネールか、はい、あの戦、ま、ってたんですが大垣ジョッキーが重賞二勝目ということでそうですよね、えー、まあ中堅どころのジョッキーがね重賞タイトルを得てここからまた飛躍してほしいところですね今日はまずは二重賞ね振り返ってみましたさあ明日の展望まいりましょうさて明日は全部で十二レースを行われるその金ナイター四周目ですメインレースと準メインこの二つを展望いたします。 まずは十一レースの防止特別です。A1A2 混合戦です。四番ゴールドスカルと十リーバンコスモグラトナースこの二頭が A2 所属馬、他は A1 オープン馬です。で印はこうなりました。え本命は二番の大親分に入りました。えまあ実力は前走は重賞兵庫大賞典四着でしたが、そうですね。はい。 ほんとね、あのどんな距離でもね対応してくるんですけどやっぱりね専用の方がやっぱ走りがいいですからね特にね今回、内枠引いたことでね、はい、あの前に壁も作りやすいですからね、えー、そうなるとこのまー、ね、しっかり弾けてくれるんでねしまいね、うんはい、もうここ、しっかり決めてくれるんじゃないかと思ってるんですけどね。はい まあ二走前千七の勝利もありましたけれども、はい、やはり前走の兵庫大賞典の距離よりは千四の方が向くと,と、ね。そうですね。はい。これ枠も二番枠いいんじゃないですか。そうなんですよね。うん、はい。ブラックランナーとね左馬が結構行き合いしそうですからね。はい、はい。そうなるとね、その行為でしっかり足貯められますからね。で金量も五十六キロそなん、ね、ということで手頃な金量を大親分からまず入るということです。でそれから 一番のブラックランナーに対抗の評価まあね移籍してからもうずっとね3着か2着を繰り返しているあと一歩がねもどかしいんですけど、はいまあ、でもねあのずっと好勝負を演じてきてますからね、うん、やっぱり力があるのは確かですからね、はいまあ、この枠もいいでしょうしね、まあ、本当に火だるまの、ね、出方次第ではこちらの逆転もある,であると思いますね、えーえー、それから黒三角が5番の火だるま。 まあ十二連勝で摂津杯をね昨年夏に勝った馬ですが、復帰してから三戦目になります。はい、そうですね。やっぱり前走に関しては、ね、やっぱりちょっと距離が長かった印象ですからね。はい、やっぱりこちらもね、専用がベストな感じがするんですよね。うんうん、あと本当ね、もうブラックランナーとのその兼ね合いでしょうね。はい。はい、まあ逃げるのか。 番手で抑えるのかというところ、ね。そうなんですよね。ただやっぱりね、行き切った形の方がね、この町から出せそうですからね。はい。はい、そうなると、左馬が逃げるという、そういう。そうですね。があるということですね。はい、まあ、川原崎、今日木曜日、三勝の形で,、ね、ですよね。勢いに乗ってます。はい。 それから四番手星印ですが八番の衛進デジタルこちらも前走休み分でしたがいい内容で勝利しましたそうなんですよねこちらも末足はね破壊力抜群ですからね、はい、もう少しね内めの枠ならねもっと上の評価も考えてたんですけどね、えーはい、やっぱり道中の裁きが鍵になってくるかと思いますね、はいえー、こちらは筋量五十七キロという衛進デジタルです それから5番手評価になるんですが、9番キーサンダー、前走 A2 勝ちで今回、オープンに昇級してきたというのです、はい、そうなんですね、まあ、今回ね、相手が揃ってますから、どうかなとは思うんですけどやっぱりこの馬自身もね、あのこれまでいい内容で勝ち上がってきてますからね、はい、まあ今回、ちょっと昇級初戦になるんですけどちょっと注意しておきたいんですよね、うん、勝つ時のインパクトが結構強いんでね。 それから、十一番成田ミニスターです。まあ、こちらも三月には、逆瀬川特別、逃げ切って、ジェーアールエイ破ったというね実績があって。そうなんですよね。まあ、五十八キロというところが、一つね、ポイントになるでしょうけど、はい。そうなんですね。もう、この枠なんでね、あと、斤量がね58、五十八。ただね、力自体、いいものがありますしね。その五十八背負ってからもね。走り自体、悪くないですからね。うんと、なんか、展開一つで。うん。 もうもう一度勝ち負けしてもいいかなと思うんですけどね。まあここにそう五十八キロでちょっとねこう天の行きっぷりにねやはり影響出てる感じがしますけどもね。ねはい、明日は外枠からどんなダッシュができるかどうかというところ。はい、今回は吉村ジョッキーと初交戦のやりたミニスターです。ですね、まあ印はこの六等ということで上がりました。はい、さあそれではフォーカス見ておきましょう。はい、馬単で本命には大谷分からの馬券印の五頭に流すという馬券ですね。はい 表裏両方そうですねということですね、はいえー、大親分中心という見解防止特別の展望でした7時55分のスタートですでは一つ前の10レースいきましょうこちらも混合戦です B1 クラスと B2 クラスの混合戦です、えー、印はこうなりました1 7 0 0ル戦本命9番の英神トロピコです まあもっかご連勝中ということで前走休み明けでも強かったですね。そうなんですよ、ね。本当そこを見せないんですよね。はい、本当ねまあ叩き二走目でね順調にあの上積みもありますからね、うん、まあこのままノンストップで永遠にまでは行くんじゃないかと思ってるんですよね。はい。はい、まあ今回このまあ B2 クラス所属で B1 との今後にはなるんですけども、はい、そのあたりは心配ないですか。心配ないですね。まあそのそ量もね53キロですからね。ーーはい。はい もう B1 を突き破る力があると、そうですね,ねトロピコまず本命、はい、で対抗評価が11番サンライズ・アミンゴ、えーンを、こちら、馬券絡みとまあそれ以外をちょっと繰り返している状況ですがそうです、ね、ただね、ねこちらもね調子自体は良さそうですからね、はい、まあ前走に関しては、ね、ちょっと前がね詰まってしまったんでねそれでもねあの前、こじ開けてからはいい足使ってますからね、はい、ちょっとねこのまその辺、どうなんかなと思ってたんですけどある意味、評価をた上げた一戦ではありますけどね。えーはい 1 0 0八では結構結果出してるんですが1 0 0七がね、意外に連,がない連帯ないという感じ、ねな,ね、なんですけども、ねはい、その辺がね、どうかと思うんですけど、まあ、それでも力ありますからね、まあ、距離は問題ないと思います。 それから黒三角ようやく重傷の軸賞以来の勝利を前走上げた、はい、チャービル黒三角です、はいはい、そうですねもう温かくねなるにつれてねしっかり調子を上げてますからね、はい、まあ今回ねちょっと金量の方がね55ということでねその辺の影響がどうあるか心配なんですけど今の調子の良さだったらね割って入るシーンがあっても不思議じゃないと思いますけどね六甲杯制派の中田ジョッキーとのコンビです、はいえー、それから 2番のポインデクスターですこちらは B2 所属場ですが、どうですか、はい、こちらにもとにかくゲートですよね、はい、まあそこさえ決まればね中段のインでいい形で運べますからね、うんうん、まあ決め足自体は、ね、いいものがありますし、展開一つでチャンスはあるんじゃないかと思ってます。はい それから4番、ウィントリニティーに白三角3走前には B1 勝ちがあるんですすねねそうなんですよ、ね、あのこちらね、ね本当に今、調子本当に良さそうですからね3、はい、走前のようにね好意で立ち回れれば流れ一つで出番あるんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい でもう一頭が五番デザートカレーで前走 B ワン勝ちがありますがどうですか？はい。まあこちらもね順調にここまで来てますからね。まあ前走ねあのー、勝ったようにやっぱり力やっぱありますからね。うん、あの距離自体もねあの飛わないんでね、はい、引き続き注意しておきたいですね、はい。まあ今回は筋量が前走と比べて2キロ増えると。そうなんですよね。ここが一つポイントになってきそうです、ね。そうですね。ヒンバの56ですからボバカンさん58ということになりますからね。 とととといいううここでで、えー、印は以上の6頭ということですこれ展開面はどういう予想になりましたその辺がねちょっと難しかったんですけどね、うんまあ、このメンバーならねトロピコがそのまま離れてもいいんじゃないかと思うんですよねあ,あとはねテクノマインド3番この辺もね、えー、逃げて結果残しているです、ね、そうなんですよねスタートからどんな展開になるか、まあ、プリンシパルスターあたりもねここにそう逃げてという競馬ですそこにエーシントロピコどう絡んでいくかという、はい、そんなレースになりそうです。 でフォーカス見ておきましょうもうここも9番の英春トロピコ勝負ただ馬単折り返しもそうですねはいということですかはいえー、10レース b 1 b 2混合1700メートル線スタート時刻は7時20分となっています明日はその金ンナイター今年4週目のその金ンナイターですどうぞ存分にお楽しみくださいここまで解説はスポーツニッポンの桑原伊沢さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました そのだけえば、今後ご覧の日程、いよいよ来週は兵庫ダービーが行われます。ダービーは木曜日に実施されます。どうぞご期待ください。